フィローズ・ガンディフィローズ・ガンディは、インドの政治家、ジャーナリスト、ザ・ナショナル・ヘラルド及びラクナウの新聞、ザ・ネイブ・ジャイブンの発行人、マハトマ・ガンディとの血縁関係はない。英語では、フェローズと発音するが、ヒンディー語の発音に従い、フィローズと表記する。フィローズ・ガンディは、ボンベイで、4人兄弟の長男として生まれた。父は、造船技術者で、 グジャラート州出身のゾロアスター教徒の家庭で育った。1920年代初め、父の死をきっかけに、おばがいる、アラーハーバードに移り住んだ。フィローズは、ビディア・マンディル高校、エウィング・クリスチャン大学を卒業し、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに留学した。地方議員を経て、ローク・サバーの議員となった。1942年、ジャワハルラ・ラール・ネルーの娘、 インディラーネリューと結婚し、ラジーブ・ガンディとサンジャイ・ガンディの西を設けた。ありがとうございます。